はい、皆さんこんにちは、吉田です。今回はですね、またねダーツの話になります。どんだけダーツ好きなんだとっていうので、昨日はですねちょっとショップのダーツのショップの方に行きまして、福袋を、購入しました。その福袋をですね今回ね紹介していきたいと思います。だいたいダーツの福袋って中身が分かったりとか、なんか分かんなくてもそのフライトの種類が何が入ってるのか分からないとか、中にはバレルもね分からないものもあるんですけど、僕が購入したのは中身は大体分かるんですけど、ちょっと開封していきたいと思います。今回購入したのがこちら、こちらですね、ダーツショップティトというお店で、購入しました。このダーツショップティトってお店はダーツのブランドの、トリニダードっていう、メーカーがあるんですね。でそこのメーカーの会社が、やっている、ショップ。大体全国各地にいろんなところにあるんですけど、調べればあるんですけど、九州の方がやっぱり多いですかね。本社が九州の、福岡の方にあるんで、これですね。トリニダードという、メーカー、ダーツブランドで、ね、で、コンドルっていう、フライト羽の部分を作ってもいます。で、今回このダーツショップティトの、福袋なんですけど、中身は大体わかるんですよ。それはやっぱりこのコンドルってフライトが入ってたりとか、トリニダードというバレルが入ってたりとか、基本的には福袋なんですけど、バレルが選べる。じゃあこのバレルにしますって言えばそれを入れてくれるんですよ。なんで福袋というよりも中身が分かってしまうというか、もう福袋って大体売れ残りを入れたりとかってするんじゃないですか。でもこのダーツショップティトの、福袋は、本当になんかなんだろう、お得に買える日みたいな、年始の年明けの、一発目にバレル、新しいバレル買おうかなみたいな人にはおすすめで、僕はもうバレルねめっちゃ持ってて、で今使ってるバレルが結構、いいんで、このトリニダードのバレルは僕の親父が、昨日投げて試投何本かして、あこれがいいっつってでそれにしました。ただ今回のこの福袋の目玉というか、大体福袋、トリニダードの福袋って1万円とか1万2000円なんですけど、この福袋なんと1万9000円です。1万9000円の福袋ですよ。でもう結構軽いんですよ、中身。何が付属するかっていうと、まず最初選べるトリニダードバレルと、あとボード、ハードボード、でこんなに入ってなくて、今下に今もねボードの方を設置して、置いてあるんですけど、あともう一個入ってます。それがユニコーンのスティールバレルが入ってるんです。ユニコーンのスティールバレルって選べないタイプなんですね。ランダムでもう決まっちゃう。まずそのユニコーンのバレルって何が入ってるのかと、僕が持っているこちらね、こちら、ノワールっていうシリーズというか、多分シリーズですね。でこれ浅田聖吾プロの、ノワールと呼んでる。これは1万8000円ぐらいするんですよ。このノワールとかはめちゃめちゃ高いんですよ。なんで多分ノワールとかは入ってないんじゃないかなとは思うんですね。でノワールとかじゃなくてユニコーンの、バレルって結構幅広くて、いろいろ9800円から買えるものもあれば、本当にもうめっちゃ安いバレルとかも出てるんで、多分ブラスターツもないだろうとね、福袋だからブラスターツもないとは思います。多分ブラスターツもないと思うし、なんでしょうね、できれば浅田聖吾プロのねバレル欲しいですけど、多分入ってるとしたらシルバースターが入ってるんじゃないですかね。であとは9800円のバレルだと、昔のチャンピオンモデルとか、あとはジョン・ローとか、ジョン・ローも高いんですもんね。昔のフィル・テイラーとか、フィル・テイラーのバレルも高いものもあれば安いものもあったんで、昔の選手のバレルも入ってないこともないとは思うんですけど、でやっぱり自分的に今欲しいなと思うユニコーンのバレルって、聖吾さんのシルバースターとゲイリー・アンダーソンのバレル、ゲイリーのバレル、あとは今年のワールドダーツチャンピオンシップで決勝まで行った、マイケル・スミスとかのバレルがね入ってたらいいなと思います。ということで、開けていきたいと思います。まず最初トリニダードのバレルから開けてみましょう。これですね、トリニのバレル。トリニのバレル、まだ言ってないですもんね、トリニのバレル何か買ったかって。トリニのバレルは、こちらです。はい、こちらですね、ヨリボーイという、バレルになります。これはですね、トリニダードプレイヤーの、オーホ選手の
モデルのバレルになりますね。これもう親父が昨日ずっと投げてて、でこのバレルがすごい投げやすいって、ストレートで最大径 6.7 で直径 48mm、 ストレートでちょい長めで、でウエイトも結構あるってバレルなんですけど、それが投げやすかったみたいですね。ユニコーンのバレルいきましょうか。触った感じは、なんだろう、あれかな。こちらピューリスト、これバーニーのピューリストを、買ったことがあって、で持ってるんですよ、ソフトのタイプね。今回スティールなんで入ってるのはどうでしょうね。でもなんか最初からこれがついてるみたいな感じなんですよ。これなんかピューリストってこれ引っ込むんですけど、最初からこれがあるし、あと若干でかいかな、もうちょっとこんな横幅がでかい感じですね。多分ピューリストじゃないのかな。でも早速出しますか。もう多分表は、これ取っ手があれなん、あれあるんで、表裏多分わかると思います。これでドンと出します。いきますよ。ユニコーンのバレル、スティールバレルはこちらです。あ、僕の方向いてる、僕の方向いてる。あー、なるほど、ゲイリー・アンダーソンです。はい、こちらゲイリー・アンダーソンのワールドチャンピオンモデルですね。あ、これ僕あのね、欲しかったです。これゲイリーだったらこれがいいなみたいな、来ましたよ、ゲイリー・アンダーソン。ゲイリー・アンダーソンのワールドチャンピオンモデル、これよく見てください。これ中に青い線が2本入ってるんですよ。これワールドチャンピオン2回取ったっていう印。重さがですね 23g ですね、セッティングで。なんで本人使用モデルと同じもの。ユニコーン来ましたね、ユニコーン。では早速開けますか。その前にじゃあちょっと中にもうちょっと入ってるみたいなんで、なんか小物類みたいなのが、それちょっと紹介しますね。あー、これはあのボードをつけるやつですね、ボード設置するやつ。あー、割引券ですね。500円、300円、200円の割引券が入ってます。このトートバッグも、実は付属品で、これファスナーがついてるんで、今までトリニダードのバッグってファスナーついてなかったんですけど、ファスナー付きなんで、これはいいですね。僕普段使いでも全然いいと思います。シンプルでおしゃれですし。で、こんな感じですね。で、ここにちっちゃいポケットがあります。あ、まあ入ってるわ。あと、コンバージョンポイントも入ってます。なんで、この福袋買ったら、あれか、あれですね、ソフトバレルをもらえるじゃないですか、あのティトで、あのトリニダードの。でこれでもスティールができるし、でユニコーンのスティールも入ってるんで、どっちでもスティールが楽しめるって感じですね。これコンドルのコンバージョンポイントが入ってました。で、あともう一個入ってますね。はい、こちら、ダースショップティトって書かれた、缶バッジが、これですね、これが入ってます。ギャリー・アンダーソンの、ギャリーとゲイリーって皆さんどっちがいます？ドリーズカフェに行った時にドリーさんに、本人に言われたのはギャリーって言われましたんで、ギャリーと言わせてもらいます。で、このギャリーの、ワールドチャンピオンモデルがね、当たったので、中見ていきたいと思います。ちょっとお腹空いて、お腹が鳴ってるんですけどね、開けていきます。こう出しましょう。いきますよ、せーの、じゃん。お、ケース付きですね。これケースが付いてます。こういう iPhone ケースあっても良さそうな気がしますよね。なんかかっこいいですし、中の本体と、ご対面したいと思います。いきますよ、じゃん。かっこいいな、やっぱいいっすね。いや、いいな。早速投げたいんですけど、ここにも付属品がありますね。フライトがついてます。なるほど、フライトここに収納するタイプですね。じゃあワンセット分持ってけばもうダーツができるっていう感じですね。はい、ではフライト、じゃあダーツ取っていきたいと思います。どうやって取るんだろう、これ。ここを外すの。はい、外れました。では、いやー、来ましたね、ギャリー・アンダーソンワールドチャンピオンモデル。あ、もうこれポイントがね、最初からもう完全にこれ本人モデルなんですかね。ポイントもなんかあれですよね、付属してるようなポイントじゃなくて、
普通に付属スティールに付属してるようなポイントじゃなくて、もうなんか最初から変えてあるみたいな感じですね、ポイントが。あー、投げやすそう。投げやすそうって、投げたことあるんですけど、投げ、ぶっちゃけ投げやすいです。あ、でアルミシャクさんですね、ここは。なるほど。これも早速投げましょうか。投げて、じゃあこの動画締めたいと思います。ということで、トリニダードのバレル福袋、このランダムユニコーンバレルはギャリー・アンダーソンのワールドチャンピオンモデルでした。それでは最後にスロー動画をお見せして、この動画を終わりにしたいと思います。この動画が良ければ、グッドボタン、高評価お願いします。そして、ね、チャンネル登録の方も、よろしくお願いします。あと、Twitter、Instagram とかもやっているんで、皆さんよかったらね、フォローしてください。それではまた皆さん会いましょう。さよなら。